愛原志保は、鹿児島県生まれの日本の実業家で NPO 法人ニューホライズンプロジェクト理事長。鹿児島女子短期大学卒業後、SBI ライフリビング株式会社の M&A を主導。その他にも、虐待児童の社会復帰を支援すると同時に、シングルマザーなど、社会的に弱い立場にある女性の救済を目的とした。 NPO 法人ニューホライズンプロジェクトを設立し、活動を行っている E2 キャピタル株式会社代表取締役に就任。その後、ソフトバンクインベストメント株式会社、不動産事業部ゼネラルマネージャー、SBI、ホームプランナー株式会社取締役などを務めた、あと、同社代表取締役社長、ソフトバンクインベストメント株式会社、執行役員、 ゼネラルマネージャー、文化放送ブレーン代表取締役専務を務め、文化放送ブレーン代表取締役社長となる。文化放送ブレーンの新社名が、メガブレーンとなった後に SBI パートナーズとなり、現在の SBI ホールディングスと合併し、合併後は、SBI ホールディングス取締役執行役員、常務取締役執行役員専務を歴任。 SBI プランナーズ株式会社取締役、会長、株式会社ゼファー社外取締役に就任した後、SBI ライフリビング株式会社取締役となり、その後、同社代表取締役となる。財団法人、SBI 子供希望財団理事となった後、現在は、NPO 法人ニューホライズンプロジェクト理事長を務め、活動を行っている。また、サクセスユニバース、 ジャパン株式会社でも仕事を行っている。2020年、新型コロナウイルスの影響で健康の大事を考えさせられたことから、羊を中心としたライフスタイルの提供を国内外で広めていくため、やればできる小ジャパン株式会社を設立し、代表取締役会長兼 CEO として活動を行っている。それと同時に、地域活性化やインバウンド、 アウトバウンドにフォーカスした地方創生、地域活性化事業も行っている。ABC 代表取締役の移動に関するお知らせ、新役員体制に関するお知らせ、ニュースリリース、SBI ホールディングス、www.sbigroup.co.jp2019 年7月12日閲覧。 NPO 法人ニューホライズンプロジェクト子供や女性の支援を地域企業と連携し行っているボランティア団体です。newhorizon-project.org2020 年11月2日閲覧。successuniverse Group Limited Home www.succesug.com2020 年11月2日閲覧。 サクセスユニバースグループ www.succesuniversegroup.com 2020年11月2日閲覧やればできるコジャパン株式会社日々小さなサプライズで小さな笑顔を届けたいやればできるコジャパン株式会社2021年4月27日閲覧地方創生 地域活性化事業からやればできる、コジャパン株式会社。2021年5月15日閲覧。ありがとうございます。